今ですね、こちら戸狩市縄文古墓館にやってきました。今日ご案内していただきます山科さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分初めて来られる。初めてです。はい、目玉の展示物っていうのが、はいはい、ありまして、国宝の土偶と。国宝があるんですか。ここがある。おお、すごい。で、実は国宝の土偶っていうのが、はい、日本全国でも5つしかない。はい、5個しかないんですか。5個しかない、そのうちの2つがここに展示されてると。すごいですね。いうことで、はい、教えていただけるとすごく嬉しいんですけれども、はい、何しろ多くの方がその2体の国宝と見に来てくださるということです。そうなんですね。今日ぜひそれをじっくりとご覧いただきたいと。ちょっとワクワクしてきました。はい、じゃあちょっと入ってよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、行きます。まずどれぐらい茅野市に縄文時代の遺跡があるかというのをご紹介したいと思います。これご覧いただくと、はい、真ん中に諏訪湖があります。 ありますね、はい、でこれが八ヶ岳ということで、はい、まあ、ちょうど茅野市この辺りっていうことになるんですけれども、はい、まあ、諏訪湖から八ヶ岳にかけての一帯を切り取ってきて遺跡が見つかりましたよっていうところにこう色付きの丸を載せていきました。はい、でちょっと丸の色が違うとは思うんですけれども、はいはい、パッと見で一番多いのって何色ですか。もう赤ですね。ですね。でこの赤が縄文時代の遺跡が見つかっているという場所なんですよ。すごいなんか縄文ばっかりあるなという感じに見えると思うんですけれども、はいはい、まあ、そういう場所ですということです。なんでこんなに多いのかっていうところがですね、まあ、まだ決定的な答えは出てないんですけれども、そうなんですね、このたくさんある赤い丸の年代っていうのを見ていくと、うん、大体今から5000年前、5000年前ですかね、のものがすごく多くて、その5000年前の気温とかもですね、いろいろ調べると、今よりちょっと暖かい。暖かいんですね。暖かいんですよ。その頃にこう人がたくさん住んでいたということになるかなと思います。で今私たちいるところが黄色く現在地って書いてありますけれども、標高が1070m。ですね。八ヶ岳の裾野にたくさん縄文時代の村の跡、まあ、発掘やると縦穴住居が何でも見つかりますっていうのを村の跡って考えてるんですけれども、はい、この戸狩石遺跡よりも標高の低いところ、こちら側ですね、この辺にその村の跡がたくさんあります。あ、そういった。ちょうどここが縄文時代の人たちの村を作るところとしてはギリギリの標高だった。でこの辺りは動物をしとめるような落とし穴とかそういうものが見つかっているということになります。なのでこの、はい、この下の方がたくさんあるという、はい、そうなんですね、はい、国宝になるようなものも、はい、やっぱりこっち側の遺跡から見つかってまして、でここにこう七畑ここ縄文の美です、はい、まさにこれ5000年前に作られたというものですね。でもう一つ仮面の女神、これはまたちょっと、七畑遺跡よりは戸狩石遺跡近いところなんですけど、はい、中原という遺跡から見つかりました。でこんだけたくさんある縄文時代の遺跡が、まあ、もちろん気温が高いから生活できたっていうのはあるんですけれども、まあ、もうちょっと多分理由があってたくさんあるって考えてまして、その一つがですねこの山の中に、これも聞いたことある、はい、黒曜石、あ、はい、っていうですね石がたくさん取れる場所があるんです。あ、そうなんですね。まあ、遠くまで運ばれていっているのが分かってまして、はい、一番遠いところだと北海道。あ、すごいですね。すごいですよ。まあどうやって運んでいったのかっていうのはちょっとまだ分からないですけれども、そうですよね、はい、で西の方もですね、まあ、関西地方、はい、とにかく5000年前の信州のブランド品というものがここで取れると。だその麓に、まあ、人が集まって住んでたというのは、黒曜石っていうのが一つ大きな理由だと考えています。すごいスケールが大きい
交流があったっていうことですよね。そうですね、代わりに来るものが当然あって、はい、あの翡翠って聞いたことあります、ちょっとだけだと、ちょっと緑色の石なんですけれども、はい、それも日本全国で見るとちょっと取れる場所が限られていまして、新潟県と富山県の境あたりで取れるんですけれども、はい、そこからここに運ばれてきてますので、うん、もちろん関東地方とか、はい、東北地方でも見つかるんですけれども、うん、まあ、何に使ったって首飾りに使ってるんですけれども、うん、その首飾りの数がたくさん出るのでやっぱこの辺りなんですよね。あ、そうなんですね。なので一旦ここに人が集まってきて、ここからまた関東地方とかに翡翠の首飾りをもう一度こう分配するというようなですね、そういうことをしてたんじゃないかっていう説もあるぐらいなんですけど、それはまあここだけ助かるんですけど、はい、じゃあちょっとそんなところでですね、はい、国宝の部屋に行きたいと思います。あれですね、だから実は思ったより小さいなっていうお客様もいらっしゃるんですけれども、はい、この土偶は27センチあります。だから土偶の中ではちょっと大きい、そういうことですね。前から見た時の左右のバランスですごく整ってたと思うんですけど、はいはいはい、横から見るとですね、背筋もちょっとピンとしていて、そうです、前後のバランスもうちゃんとシャキンとこう立つようなです、ね、はい、造形ですね。しかもお腹が出てお尻も膨らませるということで、妊娠しているお母さんを連想させる、そういうことですね、はい、ちょっと、なんて言ったでしょう、カーブというか、そうですね、見えますね、してるように、実は背中のそのこのラインがですね、はい、あの私これを他の缶に貸したりするときに、はい、手で持つの持たなきゃいけないじゃないですか、はい、でその背中のこのラインがすごく手のひらにフィットするピタッとこう結構くるんですよね。だ作った人はそういうことを考えながら作ってるんだろうと思うんですけれども、はい、まあ、それぐらい優れた造形品であって、他の2万点ある土偶と比べるとすごくよく出来上がっている、当時の芸術品と評価していいだろう。もう一つはですね、発掘された様子というのがすごく大事でして、それはちょっとこちらの写真なんですけれども、この状態で寝かせて縄文時代、要するに5000年前の人が直径1メートルぐらいの穴に壊れないようにこう丁寧に収めて、でちゃんと土をかけて埋めてあげたと、そういう扱いを受けている土偶なんですね。考古学やってる人たちはもしかしたら土偶ってわざと壊したのかもしれないっていう説を唱えてまして、でそのわざと壊す理由としては、あのお医者さんのいない時代なので、はい、腕折っちゃったと、うん、痛えなと、うん、でそれ治ってほしいというのでポキンと折るとですね、先祖の霊とかをお祭りするようなことももしかしたらしてたんじゃないかと、うん、であちら側の世界から先祖の霊をこちら側の世界にお呼びする際の居場所として土偶を作ってもらって、まあ、そこにいていただくと、うん、で儀式が終わった後にお返ししないといけないじゃないですか、元いた世界ですね、はい、その時に土偶を壊すんじゃないかとですね、まあ、そんな説唱えてたんですけれども、この土偶はそういう使い方はどうもしてないぞということで、まあ、とても大事にされていたっていうことと、土偶の使い方っていうものがもしかしたらあのちっちゃい土偶とこれぐらい大きめの土偶と違うのかもしれないと、うん、いうことをですね、考えるきっかけにもなってきたというところで、こういう状態のまま発掘されたということが考古学的にはすごく大事なことです。そうなんです。それで国宝になったということですね。また見た目の印象が全然違いますね。まず年代が違います、はい、今度はこれ4000年前、縄文のヴィーナスの1000年後に、まあ、これが作られたということになるんですけれども、うん、その頃はちょっと寒い、今より1度か2度ぐらい寒くなっているということで、あちらの時代からすると差し引きで3、4度寒くなっているというタイミングなんですよ。だからここらもしかしたらすごく生活が
過酷になっていたかもしれないっていうような時代に作られたということになります。細かいですよね、よく見ていくと。すごいんですよこれはね。めちゃくちゃ手間かかってまして、もちろん縄文のヴィーナスもすごく手かけて作ってるんですけども、はい、誰でも作れるような多分ものではなかったかなと思います。いや職人技じゃないですけど、横から見ると注目していただきたいのは首に穴が開いてます。開いてますね。その上なんですけども、細長い盛り上がった表現が見えると思います。はい、はい、でそれが今金城さんご覧いただいている側と反対側にもちゃんとあります。ちょっと後ろ回っていただいて方向が伸びてます。あ本当ですね。こう伸びてきてハム地状にこう垂れ下がっていますので、はいはいはい、これが紐でこうお面をですね縛り付けているという様子に私たちは見えるなというふうに評価してですね、それで仮面の女神っていう、まあ、仮面の女神って名前自体は一般の方から公募して、はいはい、それで決めたんです。そうなんですね。あ確かにこう前の逆三角形の仮面に結んでるように見えますね。背中もやっぱりこの複雑な構造が入っているというところですね。全くこう手抜きがないというか、ものすごくこう丹精込めて作ってると。なんかこの点の打ち方もちゃんとこう計算されてるような。そうなんです。土偶って必ずその時流行している土器につけてある模様と同じ模様をつけるっていうのはルール上どうもそうなってるっていうのは分かってきてるんですけど、この胴体の模様がそのルールだけでつけるかっていうと、そこはもうちょっと考えた方がいいかなって私は思っていまして、はい、でちょっと正面戻って、ちょっと V ネックみたいな。ああ、そうですね。もしかしたら衣服っていうのを表現してるかもしれないなとか。衣服にそんな模様があったとかですね。はい、はい。あ、本当だ。ですね。これお墓の中に横向きに寝かせて、はい、まあ、入れてあげたっていうのは分かってます、はいはい、だから4000年前の多分これ偉い人の墓だと思うんですけれども、そういう方が亡くなった時にあちら側にお送りしますよっていう、うん、まあ、今でいうお葬式的なことをこういう土偶こういう使い方をしながらやってるっていうのもですね、研究していく上ではその要するに社会的な役割分担に応じたお葬式と、もう考えるすごく大事な資料だと。そういうことなんですね。ということで国宝に指定されたと。ちなみにあちらの土器逆さまになって入ってますね。あれは亡くなった方のお顔に逆さまにして被せるっていう風習が4000年前ですね、長野県を中心にしてあって、はい、その一例なんですけども、ですんごく丁寧に作られた器だっていうのは他の土器と比べると分かってきまして、はい、でしかもすごい薄かったりするんですけど、はい、私が読んだ論文の中で、まあ、一つなるほどって思ったのは、はい、神様に召し上がっていただく食べ物を載せておく器だと。でお祭りをします、はい、でもそこに載せてある食べ物って、まあ、もちろん神様役の人は食べるかもしれませんけれども、はい、全部食べるわけじゃなくておそらく残ると、うん、で残ったものを、残された人が食べることによってで神様と人が一緒に食事をする器だという説を唱えている人がいて、うん、ああなるほどなとは思ったんですけれども、まあ、確かめようはちょっとないなと思ったんですが、はい、そういうものだとするとあれがあの器が入っているお墓に埋葬された方っていうのはそういう神事にですね深く関与しているという可能性があるなと思っています。あの時もですねおまけで国宝になってました、はい、そうなんですね。茅野市内の遺跡から見つかったこう迫力のある土器なんかをここではご紹介します。特にこの単体のケースに入っている土器っていうのは非常に作りも良くて、はい、かつ残りも良くてですね、あの見応えのある時になってます。そこが止まってるというですね、使いづらそうっていうものなんですけど、あの今ガスコンロとかでも五徳ってあるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じでいろりのところにちゃんとこの土器が、まあ、
っとこうセットされるようにしておいたってことは、尖り底だと全方向から火が当たるので中がのものが見えやすいとか水を沸かしやすいということで最初はそういう作りなんじゃないかっていう説があります。でそのうち立体的な装飾がボンボンと出てくるところですね。模様も増えてきますね、中にはですね、はい、レガントキっていうのがあって、サイズもちょっとちっちゃくてですね、はい、で模様の付け方もルールを逸脱してしまっていて、なんか適当につけちゃったり僕たちがですね小学校とかに教えに行って、はい、小学生初めて土器作りますっていう時にこんな感じのものが出来上がってくるんですね。あ、だからこれもしかしたら子供が作ってるものかもしれないということをですね、ちょっとこれからの考えていきたいなと思ってます、はい、で今までの研究っていうのは土器の文様がどんな風に移り変わっていくかとか、うん、時間と空間の目安になるものを一生懸命研究してきたんですけれども、はい、でこういう下手な土器っていうのは目安にならないわけですよ、うん、今まで研究材料から外してきてたんですけれども、そういう目で見るとちょっと縄文時代の子育てとかですね、そういうところをお話しできる材料になるかもしれないなと思ってます。そういう話聞くとこの時がより可愛く見えてる。本当ですよ。これがその翡翠ですね。緑色の、あ、すごい綺麗ですね。これを首からぶら下げる。あ、でおしゃれっていうよりは多分偉い人がつけてるんじゃないかなって感じてますけど、いろんな大きさとかやっぱあるんですね。形も微妙に。マグマってあのドロドロ流れるじゃないですか、はいはい、噴火したりしたら、そのマグマの中でもこのガラスの成分が多いものが地表面近くまでこう動いてきて、でキュッとこう急激に冷えた時にこういうものが出来上がると、でそういうふうに言われています。ガラスであるがゆえにお肉とか切るのにはとても向いてると、うん、ベージュのフェルトの上に乗せてある矢尻ですね、はい、そういうものを作って狩りをする。あ、ちょっと尖ってますもんね。そうなんですよ。でこの周りに展示してあるもの、はい、そういうものを作るときにあのいろいろ黒曜石の塊を木とか骨で叩いて作るんですけれども、はい、その時に出てきた割りくずというですね、今風に言うと産業廃棄物ってことなんですけども、まあ、そういうものがこんだけ出てくると、ちょっとそちらにですね、塊の黒曜石ありますけれども、こういうものがあの茅野市内のさっきあの山黒曜石ここらで取れますよって言った山の麓の遺跡にこういうものがたくさんストックされているということなんですよ。運んで、山から運んで、塊とですね完成した矢尻っていうのを、まあ、差し上げてるというかですね、遠くの方に渡してあげてると。だから関東地方とか行くとそういう塊のものがゴロンと出てきたりするんですね。で北海道行ったのはあの矢尻だけが行ってると、割りくず全くないないんですね。じゃあ完成品を、そうですね、納品しに行ってる、納品しに行ってる。でその完成品を何に使ったかはちょっとこれから研究じゃない、本当に矢尻として使ったのか自慢の品にしてたのか、それはちょっとこれから研究ということになります。土器を作るときに、本当にまあ今風に言うと本当に邪魔な飾りだなっていうものをたくさん作るんですけど、はい、もうその中の一つはこういう人の顔を表現したようなものっていうのがあります。またこう土偶とは違った器物ではあるんですけれども、何かやっぱり伝えたいものですね、伝える時のものなんじゃなかろうかと。ちょっと今度あちらの壁に行くとですね、蛇が出てきます。蛇、あ、ここにトグロ巻いてるのがすごく好きです。あー、本当だ、巻いた、巻いて、さてなんですね、これはまあ小学生が見るとまあ予想通りなんですけど、ね、いやなしになっちゃう。ごめんなさい、僕もパッと思っちゃいました。いや、そう思っていただけるともう成功なんです。だからやっぱりそう連想させる形になってるっていうのはですね、小学生でした。なかなかこう縄文時代の人たちの
手のですね技術というかですね、今度はですねこう壁に張り付いた蛇というか爬虫類ですね。これすごい、こっちにもあるんですけど、もっとはっきりと映ってますね。でこういうものがですね、何かは分からないという、まあ私は蛇でいいかなと思ったりもするんですけど、はい、やっぱ違う人が見ればいやいやトカゲみたいなものじゃないっていう話にもなってくるので、うんうんうん、何かは分からないんですけれども、まあ蛇なりトカゲなり、まあ、ヤモリなりイモリなりみたいなものをモチーフにして、はい、まあ、つけたものだろうと思っています、うん、一番最初はこういう生き生きした感じなんですけれども、はいはい、だんだんとですね形がデフォルメしていきます。研究の初期に見つかったのはこういうタイプなので、ああ そ, うなんです。それでこれはなんじゃいなって話になったんですけれども、頭の中で思い描いているヘビを元にした想像上の生き物とかですね、そういう可能性もあるんじゃないかっていうことで、今はいろんな議論されてますね。でこういう模様がつけられるのがまた八ヶ岳のふもとの特徴でして、うん、そうなんですね、祠から山梨県、それから一部東京都多摩地区ぐらいまで広がりあるんですけども、はいはい、非常にこう地域的にはここにしかないというものになってきます。まあ、私たちは例えばマムシであればやっぱり毒があるっていうことと、うん、だから危険だよっていうのを伝えなきゃいけない。で一方でそのマムシっていうのが卵を産むんじゃなくて、卵を体の中に抱えたまま孵化させて、はい、うん、で孵化したら体外に出すっていう卵体性っていう特徴を持ってますので、それがこうなんていうか他のヘビとちょっと違うぞというところで何かあやかりたいと思ったのか、はい、まあ、いろんな思いは多分あるんだろうと思いますが、だからちょっとこの何でしょうね、ちょっとこれが分かりやすいかもしれない。これ本体ですよね、はいはい、でこう出てきてますよね。そうです、ね、これがこうちょうど卵から帰った子供がお腹からギュンと出てくる様子なんじゃないかとか、あるいはそのオス の, あのペニスというです、ね、はい、ものなんじゃないかとかですね、まあ、いろんなことを主張する研究者いるんですけれども、こういうのってやっぱ正解がないから話が尽きないというか、ね、うん、そうですね、あのいろんな、そうそうです、だから考古学者が言ってるっていうのは無関係に、うん、あの博物館来た方にはこれはこんもんなとかっていう風に見てもらって全然構わないと思うんですよ、自分の思いが、はい、まあ、そうだね、楽しいですよ、楽しいですね、想像しながら、ぜひ楽しんで見ていただきたいと思います。金ちゃんいかがでした？いやちょっとあの想像していたよりもはるかにちょっとあの面白くて、こんな深い、ね、あの歴史というか細かいところでいろんな考えが出てきて、すごく僕は見てて面白かったですね、はい、いろんな想像をしたりとか、ね、はい、本当に約5000年ぐらい前から続いてたらすごく勉強になりました。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、またいろんな方にもね、はい、店長さんと同じように、はい、楽しんで、うん、本当に、まあ、この時気持ち悪いなとかっていうのでもいいのでご覧いただければと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。